さあ1年ぶりにやってまいりましたユニバーサルスタジオジャパンでございます。今日はね土曜日なんでね、まあ人多いでしょうけど楽しんでまいりたいと思います。さあ行こうか。じゃあまずはね鬼滅の刃、今日はもう土曜日なんでなんと300分待つというえらいことになってます。わすごい、おお晴れた？OK。めっちゃ並んでんな。すげえ。すげえな。350分待ちやで。はい、鬼滅の刃のね、アトラクション乗ってきました。いやすごいね、4時間待ちやったので、朝ね、9時半に並んだんですけど、もうすでに昼の2時半ということで。どうやった？すっごい長かった。写真めっちゃおもろかったな。どうでしたか？寄った。寄った？そうや、結構早かったな。ちょっと予想とちゃうかったな。さあ行こうか。ご飯食べ行こうか。何食べる？ピザ屋さんあるでそこに。ルイズピザパーラーがある。食べる？どうですか？うまい。うん。さっき。わ。鬼滅のやつでめっちゃ寄ってたけど。これやつ。入ってた。うん。ね、遅めの昼食をいただきました。今からマリオのねエリアに行ってみたいと思います。マリオのエリアはこのジュラシックパークのエリアからすぐ近いというところで、もう多分そこに入り口あるんじゃないですかね。なんとですね、マリオのエリア入ろうと思いましたら整理券必要ということで、今急遽公式アプリから取得しました。これで6時40分からね、6時40分から入るそうです。街で元気いっぱいヒアビーゴーの掛け声で出発しますよ。ヒアビーゴーできます、はい、ヒアビーゴー。さあ行こうか。すごいな、すげえすげえ。あー何これ。すごいやん、ハルこっち向いて。おすげえすげえすげえ、何これ。あお、
すごい。撮ってくださいね。マリオ。いや、すごかった。楽しかったし、楽しかったな。すごい迫力やったな。 あそこにもコインがある。晩ご飯はユニバーサルシティウォークの頑固に来ました。本当はね、しゃぶしゃぶをね食べに行きたかったんですけどね、時短営業の関係でも全て閉まってましたね。じゃあ今日もお疲れ様でした。美味しそうやん。どれどれ、うどんにお寿司に、これ何、デザート、唐揚げ。よっしゃ。はい。よかったな、寿司食えてな。お、お、ガちゃんも。どうすか。いい感じ。いい感じですか。うまい。よかったな。すき焼きでございます。今ね晩ご飯食べてきました。いや今日もね楽しんできました、はい、今日はですねもうこのままホテルにね泊まろうと思います。今夜宿泊するホテルはユニバーサルスタジオジャパン近くのこちらですね。こちらのホテル京阪で宿泊してまいりたいと思います。じゃあ早速ねチェックインしてまいりましょう。うわ、なんかすごい階段やな。よいしょ。すごいね、広々したホテルですね。さあ、じゃあ今夜のお部屋は22階になりますので、今から上がりたいと思います。さあ、22階です。めっちゃ上がるんじゃん。え、何階まであるのか、これ。わかんない。32階。すごいな、真っ暗いな、ユニバー。お兄ちゃん、28階まで。お兄ちゃん、バラを投げて最高。お部屋に入りました。お部屋はこんな感じのねツインルームになってます。本当に普通のツインルームですね。投げてみて、はい、今からねお風呂行こうと思います。22階ということでほら見てください。あ、これ負けた。高層階ですね。すごい周りのホテルがね下に見えますね。であっちへ行くと大阪港の方へね、まあ、南港の方が見えるということか、まあ、結構高いねほら。よし。お兄ちゃんこっちに並って、こっちは行くとお風呂ユニットバスになってますね。よっしゃ行こうか。おはようございます。ユニバーサルスタジオジャパン旅行2日目となってしまいました。はい、今朝こんな感じでございます。はい、たくちゃんおはよう。今朝の8時ぐらいかな、はい、まだほら、お兄ちゃん、歩くん寝てます、まだ。はい、今、化粧してますね、今。朝起きてね、早速、お風呂入ってきましたよ。今日もあいにく、こんな天気ですけどね。はい、今日も楽しく過ごしてまいりたいと思います。そろそろね、チェックアウトの時間になりましたので、出ようと思います。楽しかったね。じゃあ、行きましょうかね。これ何ですか。え、クッパやん。昨日マリオで買ったやつやな。かっこいいな。いい。
こっちへ。すごいね。でかい。これ何ホテル。わからん。向かいもホテル、隣もホテル、こっちもホテル、全部ホテル。何がホテル？ほら、南高の橋見えるわ。あれがホテル？あれホテル。あっちもホテル。あっちもホテル。よし、じゃあ行きまーす。はい。あ、続いて。はい、じゃあさようなら。